料理を1種類できるようになるということで、今日は餃子の具を選びたいと思います。はい、ちょっと聞いたんですけど、はい、餃子が一番得意料理だっていう。そうなんですよ。そうなんです。餃子が一番大事なことじゃないですか。まずニラ。ニラ、はい、大事ですね。大事そう、うん、ちょっと私料理しないんで、そのニラとか入ってるんだなって感じ。どんなにしようかな。でもなんかニラとかいっぱい入ってたら美味しそうじゃないですか。白菜とか入れるじゃん。白菜ですか。とか入れるじゃん。ああ、そうですね。もうまだ普通になっちゃうんで。あ、普通じゃないんですか、今日は。キムチを買わずに。なぜなら、なんていうのか、白菜なんだよね。あ、味のついてる白菜ってことですか。そう、餃子に入れてしまう。なるほど。何？熟うまキムチ。俺には餃子用キムチって書いてあるようなサイズに。しかもポイント。ポイント何ですか。ポイント2。ポイント2。1何だったんですか。あ、キムチですね。ポイント2、エビ。このむきエビ、プリプリ食感ですか。そうです。簡単にできることに意味がある。なるほど。これで。それで。なんかいろいろ分量違いそうなんだけど。そうですね、なんかちょっと圧倒的に今キムチが多そうな感じはしますね。わかんないです。ちょっと作ってみたら意外と足りない可能性。1個にしようか。ただ餃子の皮で決まるんで、はいはい、皮はもう特別なやつ買うんで。あ、そうなんですね。今スーパーで買いますよ。簡単でしょ。簡単ですね。はい、はいはい、それでお買い物終わりです。終了。はい、これの水気を切らないといけない。水気を切る。知ってた。はい、結構大胆にいきますね。これをね、絞ると出てきますね。結構大事なところも出てっちゃうから、やっぱりね。まあ、だからやっぱね、そういう時のためのこうザル。これ考えた人はすごいよね。ザルをです。ザルを。だってもう、こうやって。あ、すごい出ますね、これは。絶対こう、誰が考えたんですか。ザルですか。まあ、でも自分がそのものを考えた人ならば、うん、自分の名前つけません？つける。だからザルさん、うん、結構出るもんですね。これがポイントです。あの料理する人みたいじゃないんだけど、はいはい、料理はあの場所をきれいにしながら、きれいにしながら、はい、周りをきれいにしながら、はい、するのは、なるほど。ニラ、これ2個入れちゃう？どうなんですか。ちょっと切ってみて、その量見てみますか。そうだね。もしかしたらさ、今俺思ってんだけど、はい、餃子のさ、5人前とかってさ、めちゃくちゃ安くできるんじゃない？だって餃子屋さんの餃子って一皿何個入ってましたっけ？だっ7個ぐらいだけど、はい、だってこれキムチがさ、ってことは1個25円。安っ。え、餃子屋さんちょっと儲けすぎだな。これ作ってみてやっと分かることですね。そうですね、餃子屋さんは儲けすぎ。肉ひき肉、はい、改めまして、改めましてひき肉です、はい、ひき肉です、はい、俺ね、人生でもしかしたらね、はい、ここまでひき肉と1対1で対峙したのはね、初めてかもしれない。次にはニラ。ニラ、これも全部入れちゃいます、ね、これも入れちゃうんですね。結構なボリュームになってきますね、そう入れていくと。だからさっきも話したけどさ、はい、
餃子屋さんは儲けすぎだよね。言いたい俺は当主。当主めちゃめちゃチェーン店出てきましたね。儲けすぎだよって。今度言う。今度行った時これこれは入れすぎ注意っていうことなんで。はいはい。ちょっとこのぐらい。でも入れたいよねこのぐらいね。